今日の気づき。堀米敬三先生、剣道半紙球団、剣道の法則、139ページより。間合い。間合いというと敵と我との距離を言うとあるが、この間というのはまさに生き物であり魔物であると言える。間と愛の軸の意味を見てもわかるように、剣道における間合いは単なる我と相手との距離のみを指しているのではない。間合いとは機械に心を配することであり、物理的な空間的時間的な間のみではなく、両者の技術、体力、精神活動をひっくるめた総合的な働きを間合いというのである。それゆえに間合いとは相手と我の間の調子をうまく調和することが大切である。間合いは前述のように決して一定することのできるものではない。各人の体格、構え、技術、竹刀の長短により異なってくることになる。剣道は間合いの取りようによって勝負は決まると言われているので、よくよく心すべきことである。昔から我の間、敵の間があることを教えている。また己に近く相手に遠い間とも教えているが、これは皆物理的なものだけではなく、前にも記したように機械の配合、かっこ心の働きとの状態を教えているのである。基本的には一足一刀の間、近間、遠間を三段の間と示しているが、初心者はこの三段の間を習得するとともに、上達するにつれて総合的な複雑な間合いを習得するよう心がけることが大切である。間合いは構えとともに剣道の本質を知る上に最も大事なものであるから、十分工夫研究し身につけるよう努めることが望ましい。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。